実に興味深いな。僕に命令するな。まいったな。ロマンの髪に持ってくる。今日は機嫌がいいな。美的センスに満ちてる。一瞬で呼びました。こちらです。美的センスに強く惚れる。気安く呼ばれてほしいな。生きてたら見逃してあげる。あの心はどっこい。飛んだっちまいな。気安く呼ばないでほしい。ごめん、巻きつけろ。これが歴史の答えさ。今日は機嫌がいいんだ。無事かも、お嬢さん。神様のお通りだよ。今日は機嫌がいいんだ。心がどっこい。ひとまず今日は機嫌がいいんだ。さあ、僕の好きにやらせてよ。参ったな。やらせてよ。美的センスに付いてもらえる。僕のために働いてよ。また欲しいどんだいくよ。安心してよ。僕の好きにやらせてよ。僕の好きにやらせてよ。安心してよ。美しの連鎖を気安くよ。僕は欲しいよ。次の目的地はどこに行って。僕の友達を紹介する。僕の好きにやらせてよ。たら見逃してあげる。お手の者さん、ロマンを呼びましょう。こちらへ呼びましょう。命令するな。命令するな。参ったな。大古学に興味。僕の好きにやらせてよ。無事かな。美しい。最高だよ。呼びましょう。神様のお通りだよ。何触れよっていうの。美的センスについてこれる。参ったな。僕の好きにやらせてよ。どんだ。ひとまず研究は休みに。僕の好きにやらせてよ。戦うが得意じゃない。これぞ必殺の一撃。僕のために働いてよ。さあ、まだまだ気安く呼ばないでほしいな。よ私の連鎖を美的センスについてこれる。生きてたら僕のために働いてよ。実に興味深い。神様のお通りだよ。まだまだ僕の友達を紹介する。どんだ。僕のために働いてよ。くそ。落ちよ。任せてください。こちらです。遺跡の探索はお手の物さ。次の目的地はどこに。呼びましたか。大船に乗ったつもりでいるから。さっさとついてきてよ。さあ、今夜は心マンと恋しよう。もし研究の動きは命令するな。ひとまず研究はお休みだね。次の目的地は僕の好きに気安く呼ばないでほしいな。大船に乗ったつもりでいるといい。今日は機嫌がいいんだ。任せてください。こちらへ。これぞ必殺の一撃。やぼうか。